こんにちは、シーバードです。今回は非常に面白いエフェクターを見つけましたのでご紹介させていただきたいと思います。常陽のオレンジジュースです。この見た目のインパクトすごいですよね。最近は小さめのエフェクター流行っているんですが、その中でもかなり小さい方です。これ見た時はね、本当にびっくりしました。つまみはどこっていう感じなんですけれども、こちらパカッと開けるとつまみが4つついております。トーン、ドライブ、ボリューム、ボイスと。ボイスっていうのは何なんでしょうね。この常陽というメーカーは僕の中ではですね、結構 Amazon でよく見かけるなというふうなイメージなんですけれども、まだね、一度も使ったことがないです。今回初常陽というところで非常に楽しみなんですけれども、その常陽の中でもまた珍しいタイプのエフェクターですね。横をご覧いただきましょう。アダプターがさせるようになっております。最近の中国のメーカーはですね、安かろう悪かろうを完全に卒業して、安くて非常に質がいいというふうな商品がめちゃめちゃ増えております。今回は日本が誇るメーカー、ボス SD-1 と鳴らし比べてみたいと思います。鳴らしてみた感じですね、オレンジジュースは SD-1 よりも輪郭がはっきりしているような感じがしますね。音が潰れず前に出てくれているような印象です。このあたりのジャキジャキ感が結構心地いいですね。
はこのボイスとトーンのつまみで SD1 よりもですね多彩な音色が出せます。割と SD1 はですね決め打った感じの音なんですけれども、オレンジジュースはいろんな音に化けてくれるような感じですね。めちゃめちゃ小さいのでこれ1個ボードに入れておくと非常に多彩な音色を楽しめて歪みに広がりを出せるんじゃないかなというふうな感じでございます。安くて質がいい常用要チェックです。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。